グローカルクロストーク、イエーイ。はい、はい、このコーナーは、グローカルマーケティング株式会社採用チームの私遠藤大志が、社内のいろんなメンバーからお話を聞いていこうというコーナーです。今日は営業部部長の森本さんにお越しをいただきました、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうやっと呼んでもらえたもうなんかメンバーからもね、なんかこう結構皆さんからそういう風に言ってもらえて、いやもう念願の出演、念願の出演という感じですね、はい、名物企画に。いやもう本当にいつ呼んでくれるんだろうなと思ってまたと何も言わないでいたらいいのに。はい、ありがとうございます、ご出演いただいて。今日はまたね、いろんなうちのお話とか、そうですね、あの、はい、ぜひ皆さんにお聞きいただければなと思うわけですけれど、まあ、今森本さん営業部の部長ということで、うん、あの私もね、あの営業部の、はい、一つのチームのリーダーを任せていただいておりながら、そこのね束ねるところに森本さんいらっしゃいますけれど、はい、そのでも今森本さんって、はい、あのうちの在宅ベース勤務制度を使って基本的にはテレワーク、ご自宅でお仕事されてるわけじゃないですか。はいはい、どうですか、はい、やってみて。まあ、うちそのコロナ禍の前からテレワークっていう制度自体はあったんですよね。ずっとありましたもんね、あって、はい、使ったことが多分ね1回だけあったんですよ、はいはいはい、コロナ禍の前に。ただ、いやできるわけねえじゃねえかみたいな風に思っていて、はい、難しいなと思ってたんですけど、実際今は、やりやすいです。あ、そうですか、うん、逆に言うとなかったらどうしてたんだろう今って思ってる感じ。まあ、今年また雪も結構すごかったりとかっていうのもあって、そういうのは結構あるかもしれないですけど。ありますね。そうですか。どこが具体的に一番良かったな、メリット感じるポイントですか。まずもってまずその通勤ですよね、はい、私会社から、まあ、どんなに頑張っても30分以上かかるところに住んでいて、うん、まあ、割と遠い分類なんですよね。そうですね。そうですね。うん、で必ずどこの道を通っても渋滞に最後どこかではまるわけですよ。はいはい、それを含めた行くと、まあ、40分で行けるとこが1時間ぐらいかかったりするのが普通な、なんか、うんうん、なんかだんだんバカバカしくなってきたってその通勤時間というのが、そう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 、うんうん、でも確かにもったいないですよね。もったいないんですよね、うん、その渋滞してる間の手持ち無沙汰感とか、あるし、じゃあその渋滞してる間家にいる時に、変な話いろいろ考えたりもできるし、はい、まあ、やろうと思えば早まってこう仕事に取り組むこともできるし、はい、みたいなところ、まあ、ご自宅のこととかもね、あ、そうです、この時間でできるわけですしね、うん、はい、その就業時間まで、かなりいろんなことに使えるなということに気づいてから、うんうん、なんとこの移動時間って特に朝のラッシュ時に移動するこのもったいなさ、うんうん、を改めて感じたっていうのがまず一番ですかね。なるほど、うん、今こう週に1回はこの長岡の本社に、うん、今ね撮影しているのも長岡来ていただいてますけれど、うんうん、その辺の負担感とか全然ないですか。そうですね、移動自体がそもそもそんなに苦ではないと思ってる人なんですけど、はいはい、でもやっぱりテレワークが主体だとみんなにもちろん会いたくもなるし、やっぱりオフィス環境に来るっていうのも大事だなって思うので、うんうん、週に1回はね割とね楽しみにしてます。ああ、そうですか、うん、みんなでも森本さん待ってますよね本当、私もみんなに会いたくて早く今週は何曜日に行くみたいな感じ。ああ、なるほどなるほど、うん、してますし、来る日がまとまってるとその日にこうねやる、うんうん、みんなとね会議をね一緒にしたり、ね、効率よくなりますよね、そういう意味ではね。本当に、うんうん、本当にそうですね。会議の日、アポイントに行く日、家でこう作業する日とか、なるほど。まあでもそれこそ今マネージャーという立場、うん、まあ、部長という立場なので、あの 部門のメンバーはもちろんですけれど、うんうん、横の他部門 の、うんうん、あの部長陣ともこういろいろ連携取っていかなきゃならないっていうところでの苦労みたいなのはそんなにないですか。はい、そうですね、いや多分探せばあるけど鈍感いい意味でいい意味でいい意味で、ね、いい意味で、はい、そう、気がついてしまえばいろいろあるんでしょうけど、でもまあね仕事がそれで回って
どなたかにこう判断してもらって先に進むことが優先なので、はいはい、別に私が知るのは後でいいっていうルールをね、はいはい、敷いてるし、そんなにないかなと思いますしね。もちろん電話もあるし、うちは社内のね、はい、ソーシャル、まあ、SNS があって、はい、そこでいろいろね連絡とかを取っていますし、チャットとかもね、はい、あるんでね、そうそうそう、そのシームレスに連絡取るとかっていうところは全然問題なくできますし、ね、うんうん、できますし、うん、まあ、なんならその電話だとちょっとやりにくいときはもう1対1でもオンラインでね、はい、やったりもするので、はい、連絡取れにくいとか知らないまま終わるとか、うん、そういうことは全然ないかなと思いますけど、たまに会議してたり打ち合わせしてたりすると在宅なんで、うちの息子がね、はい、たまにたっくんが入ってきてくれますね。たっくんがね、はい、後ろからこうドアをこそーって開けて、あ、来たーみたいな感じで、あのね、映っちゃったりね。我々にとっては癒しの時間なんで、全然何も問題ないんですけど、ね。不意に飛び込む影みたいな感じで、あ、来たー。そういうこともあって、そういうハプニングがあるのも、在宅ベース勤務制度の一つと一つ言えるのかなと。もう、みんな、ね、ごめんね、また来たね、みたいな感じ。そういう感じです。そういう感じですね。はい、なるほど、なるほど。今ちょうどその、まあ、メンバーとのコミュニケーションみたいな話出ましたけれど、うんうん、今ちょうどこうもうすぐ部長に就任されて1年経つっていうところで、そうですね、はい、そのまあ、部長職として、うんうん、そのメンバーとどういうふうにこう関わってるかというか、うんうんうん、どういうところを意識しながらマネジメントやっているというか、うん、その辺のお話をどうですか。はい、私本当にまだ新米部長で1年未満、去年の4月か、はい、になって大志くんがリーダーとして、はい、タッグを組ませていただくことになりましたけども、はい、本当に新米ですし、まあ、テレワークだっていうのもあって手探りの部分すごく多いんですけど、まあ、第一にやっぱりコミュニケーションをとって、まあ、仕事がしやすい環境になるようにというふうに思ってます、うんうん、なるほど。でそう思ってる自分が一番こう在宅でこう会いづらいっていうのはあるんですけど、だからこそこう会う時には深いコミュニケーションを取るようにってとこが一番気にしてたかな。うん、なるほど、うん、でもこうチームのメンバー、まあも、うん、あの他部署のメンバーもそうですけれど、やっぱこう森本さんってこうなんて言うんですかね、信頼されてるなっていうとちょっとこう言葉が薄いかもしれないですけれど、でもそういうのはやっぱりすごくメンバーの顔とか森本さんとお話しされてる顔とかを見るとやっぱりすごく思うなって僕は個人的に思っていて、ありがとうございます。なんかでもそういうのはやっぱり伝わってるんだと思うんです、あのみんなが働きやすいようにっていうところがね伝わってるんじゃないかなと思いますけど、なんかまあ基本簡単に言うとやっぱ仕事は楽しくやりたいし、うんうんうん、一緒にやるからにはあの元気にやりたいし、元気ですもんね。え、誰が一番、森本さんが一番バイタリティあるんじゃないですか。そうですかね。ね、そのなんかいろいろ難しくなる時もあるし、こう考え込んじゃう時もあるんですけど、はい、基本それも含めてやっぱ楽しくしたいなと思っています。うんうん、はい、まあ、私もこう森本さんにマネジメントしていただいてるメンバーの一人なわけじゃないですか。いやしていただいてますよ、うんうん、毎日。いやでもこ今年1年多分振り返って一番電話しましたよね。そうですね。いや、そう、電話時間相当、あのなんかランキング出たらすごいことになりそうですよね、そうですよね、うん、電話時間ランキング、うん、でもね、おそらく私の電話時間ランキング第1位はあのあちらの部長さん、あ、足立部長、足立部長さん、足立部長もね、いつかこちらに出ていただきたいなっていうふうに思ってるんですけど、なるほど、非常に、ね、あのいろいろ話すことが多い、うん、相談することが多いっていう中で足立部長なんですけど、おそらくでもね、テレワークだしやっぱコミュニケーションをこう取ってる時間は皆さん対面じゃない時間でね、はい、取ってるのは長いかなと思いますね。結構やっぱりそのコミュニケーションの量、うん、それか質っていうところにはこだわって、うん、メンバーと接しているっていう感じでしょうかね。そうですね。なんかやっぱこっちがこう気持ちを開かないと、こっちが気持ちを開かないとっていうか、絶対閉じられてないタイプの人だと思うんですけど、うん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 、そもそも。でもやっぱりね、あの立場上自分から話しかけるとか、まあ、相談しにくいことだってあるでしょうからね、メンバーからしたら。うんうん、はい、
なんか仕事じゃない環境で話すのがいいとかもあるんでしょうし、うん、そこの判断がすごい絶妙ですよね。社外に出てとか、うんうんうん、本当に二人きりでとかもあれば、うんうんうん、オフィスの中でそのままもあれば、そうですか、すごく、うん、そうだなっていうふうにお見受けして思うおりましたので、うんうん、なるほど、ね、外に呼んでください。そうです、外にも呼んでください、外にもね、はい。結構こうメンバーのそういう、うん、まあ、マネジメントっていうところももちろんなんですけれど、はい、こう社員一人一人のこうキャリア形成みたいなところにもかなり意識が大きいと思うんですよね、うんうんうん、キャリアスペシャリストの資格もお持ちでいらっしゃいますし、今全社で当社ビジョンシートっていう自分のビジョンと会社のビジョンとこう照らし合わせて、うん、どういうキャリアを作っていくか、そうそうそう、考えていきましょうっていうものをやってますけれど、それ導入されたのは森本さん。そうですね、そうですね。どういう経緯でそれ導入したんですか。そもそもやっぱ私がこう働くことについて の, やっぱそのなんかこう自己形成とか自己成長っていうのすごく比重を置いている人で、まあ、それってやっぱみんなもそうだろうなと思う、そういう風にして働いたら楽しいだろうなっていう中で、うんうん、ある実は企業さんをモデルにしてるっていうのはあるんですけど、はい、その日の目標とかその日のタスクじゃなくて、将来的に5年後10年後20年後30年後どうしてたいかっていうことを考えながら仕事をした方が絶対に仕事は楽しいと、はい、という思いを共有したくて作った。あ、なるほど、ですね、うん、森本さんのお考えでもともとそういう思いがあられ て、うん、ってそうですね、もともとありましたね。だってね、そのナウシカになりたいとか言ってる、はいはい、ナウシカにね、ナウシカにねなりたいんですもん、ね、なりたいんですよね。あ、何言ってんだろうね。まあ、そういうところがあったわけですね。そうそうそう、ここちょっと先を見て、今はこういう業もやっているけど、例えば何年後にはこういうことしてみたいなとか、仕事からちょっと離れても、はいはい、まあ、変な話、いい家持ちたいなとかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、でそういうところを目標にした方がやっぱり楽しいし、うん、モチベーションが上がるし、うんうん、でどういうことを大事にしているかっていう、みんなのそういうのを知りたい。ああ、なるほどなるほど、うん、でもこうやっぱ分かってた方が、うん、メンバーがどういう思いで仕事してるとかっていうのは見えた方が絶対仕事しやすいし、うん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 、成果につながるし、ね、まあ、何より楽しいし、そうそうそうね、前、うん、あ、いや、アイドルになりたかったんだみたいな、はいはいはい、のメンバーもいるじゃないですか。います、はい、いますよね、はい、以前出演してくれましたけれど。そう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 、なんかそういうのとかねありますよね、うん、やっぱどういう人に、そう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 、なんかそういう、その子にはこういう役割をもしかしてやってもらったらすごく楽しめるんじゃないかとかっていうのも出てくるので、まあ、うちの会社ビジョンシートという名前で、ね、そういうの作ってやってますけど、はい、まあ、ぜひいろんな人の思いを見たいなと、うんうん、僕もあれを書いてみて、うん、自分の中でやっぱりこうなんかいろいろ整理できることとかってすごいこう大きいなっていうふうに思っているので、うんうんうん、その辺はこうめっちゃ重宝するなというふうに思いますよね。面白いですよね。うん、面白いです、はい、うん、ぜひね、また皆さんも、はい、うちのメンバーからいろんなそんな話なんかもね、うんうんうん、聞いてもらえるとよりこうビジョンメイキングみたいなところ明確になっていくんじゃないかなと思うの で、ね、で今後おこの2022年卒の、はいはい、新卒採用の皆さんには、うん、大説明会の中でそういうビジョン形成に関する部分のお話なんかもさせていただきますので、うん、その辺もね、ぜひ乞うご期待というところで、うん、楽しみにしていただければなと思うんですけれど、最後に森本さんが思う、こんなやつと働きたい、こんな人と働きたい、はいはいはい、そういうところをちょっと教えていただいて、はい、今日の配信動画、はいはい、締めればなというふうに思うんですけれど、そうですね、もしこれからこう、まあ、就職活動とかされる方がいたら、ちょっとどう受け取っていただけるかと思うんですけど、一言で言うと、はい、一緒に飲みに行って楽しいなと思える人もそうですから、はい、まあ、お酒を飲むか飲まないかではなくて、やっぱりこうオフで会った時に、うんうん、全力で楽しめる人、仕事にも本気、そう、やっぱり仕事にもそういう人が本気に一緒になれるし、うん、
そういう部分も全く知らないでこうお互い全力というときはなかなか難しいなって思って、うんうん、いろんな話を届いてるんですけど、まあでもそれすごいありますよね、うん、詰まるところ差しで飲みに行けるかどうかみたいなところってすごいこう人としてこう感覚が合うか合わないかみたいな、すごく重要な基準になるなというふうに思います。なるほどね、確かにね。飲み行けます。飲み行けますよね。行きますもんね。はい、よくね、新潟の某お店をね、よく行きましたけど。またじゃあ行きましょう。行きましょう。はい、ぜひそんなメンバーにね、はい、また来ていただけたら嬉しいなというふうに思います。そうですね。はい。今日はどうもありがとうございます。はい、皆さんもご視聴いただきましてどうもありがとうございます。面白いというふうに思っていただけた方はぜひグッドボタン、それからチャンネルの登録の方もしていただければ嬉しいなというふうに思います。ではまた次の動画でお会いしましょう、はい、さよなら。